庫を食料庫として拡張しました。何はともあれ、まずは飯だよな。補給品を補充しました。燃料がなければ敵機兵は動かない。当然の判断だな。みんなの要望に合わせて生活物資を配置しました。波のコロニーより住みやすくなったんじゃないか。収容所の改装が全て完了しました。ここが収容所だったなんて今では信じられないわね。何を買おうかな。貴重なものだ。もらっておこう。こんなとこにあったんだね。何か出るかな。これ結構いいもんじゃね。こん
ずは相談だね。仲良くなれるといいね。
仲良くなれるといいね。Thank you.
整理しよう。話をしよう。さあ行こうぜ、先は長いんだからよ。
仲良くなれるといいね。負けられねえ。よし、はっ、
ライダー、こっちに来やがれ。ありがとう。おはようだ。引きつけられねえ。この力、行け。力を感じるぜ。せや、ダイビングシップ。ありがとう。引きつけられねえ。ワイドアンチ、こっちに来やがれ。効率を引きつけられねえ。燃焼。これは未来をつなぐための力だ。はい、ドン。探し物発見。間違って落とすなよ。これでもう平気。セナ。ふふん、私の力見せられたみたいだね。カウントパルス。これでどう？こっちを見て。ありがとう。シップリン。メゾナ。気をつけて。どうですか？みんな見てったら、おい。ほら、先進戦車。気をつけて。こっちを見て。どうですか？限界まで来られたと思う。
そろそろナギリもここの生活に慣れてきたかな。肯定します。環境への適応は順調です。ここを住処にするって聞いた時はマジかって思ったけど、意外となんとかなるもんだな。何か足りないものとか欲しいものがあったら遠慮なく言ってね。あの、一つ要望してもいいでしょうか。もちろん。何？セナの。うん、私の。セナのおにぎりを、そのコロニーのみんなと一緒に。ああ、そういえば前にそんな話したよね。みんなにはここに来るまで苦労を強いてばかりだったので、せめて少しでも何かでねぎらうことができたらと。うん、そうだね。とてもいいアイディアだと思う。でも本当におにぎりでいいの？美味しい食べ物なら他にも。セナのおにぎりがいいです。よかったわね、セナ。すっかり気に入られたみたいで。そこまで言われたら私も本気出さなくちゃだね。となると結構な量の米光が必要になるんじゃないか。うん、今回は全員分だからね。またコロニーラムダで分けてもらわないと。ナギリも援護します。鉄器兵のマニピュレーターであればおにぎりを握ることも可能です。ありがとう、ナギリ。頼りにしてるね。7号、出撃するのか？肯定します。どうかしましたか、6号。すまないが2人で話せるか。急ぎ報告したいことがある。セナ、構いませんか？うん、私たちのことは気にしないで。すぐそこで待ってるから。了解。報告が終わり次第合流します。それでは6号、報告の続きをお願いします。その前にまずは前提を確認させてほしい。コロニーゼロに残存する鉄器兵は全部で7機。鉄器兵の軌道には瞳の認証を要し、その性質上6号たちにしか操縦できない。故にケベスとアグヌスで運用されることはまずありえない。同意します。その認識で間違いありません。はあ、6号7号、落ち着いて聞くんだ。フォーニス地方を偵察中、8機目の存在を確認した。まさか。識別信号は2号機だ。確かなのですか、彼女が生きていると？確証はない。信号はすぐに消失し、他の手がかりも皆無だ。この件はまだ誰にも話していない。皆を動揺させたくないからな。ただそれでも7号には知らせておくべきだと判断した。その気にかけていただろ、いなくなった後もずっと。6号、報告は以上だ。おにぎりとやら楽しみにしておく。あ、ナギリ、もういいの？肯定します。7号機、いつでも出撃できます。気合入ってんな。んじゃ、出発しますかね。もし彼女が生きていれば、ナギリはつながりを感じることができたはず。でも今のナギリには何も。
本当にあなたなのですか、ニゴ。それじゃコロニーラムダに出発。了解。米光ないってよ。どうするセナ。それもあるけど。セナ。ん？どうかしたナギリ。米光の確保を中断し、本襲撃事件の調査に切り替えますか。え？これまでの行動パターンからの推量です。セナであればそのように考えるかと。あ。だってよセナ。そんな風に言われちまったらなあ。うん、そうだね。ナゲリの言う通りだよ。私たちで輸送隊を襲った犯人を捕まえよう。それで米光も取り返そう。了解。よし、そうと決まったら俺たちにできることは九段の兵団長に話を聞くことだな。襲撃者について何か知っているはずだ。すみません、ちょっと聞きたいことがあって。お、ああ、別に構わんが。おお、なんでそいつがコロニーの中に。一体どこから侵入した。ちょっと、いきなり何。とぼけるな。そのレウニスで俺たちを襲っただろう。はあ。ってことはなんだ、輸送隊を襲った犯人ってのは。誤解です。私たちも何もしてないし、ナギリだって。落ち着くんだセナ。でも確認するが、君が見たレウニスとやらはこの機体で間違いないのか。は？だからそう言って。あ、待てよ、よく見ると違うような。というかあんたたち以前に世話になった。やっと気づいたのかよ。動揺しすぎだぜあんた。失礼した。だがそのレウニスは現在調査中です。犯人特定のため情報の提供を求めます。であればその件は小隊長のシトネが調査に当たっている。協力してくれるのならまずは彼女と話をしてみてくれ。そろそろ何らかの情報を掴んでいるはずだ。有力な手がかりとなればいいが。なあおい、一体何がどうなってんだ。大丈夫だよナギリ。みんなあなたのことを信じてるから。そういうこと。コロニーゼロのあいつらがやったとも思えねえしな。真相の究明にはあらゆる可能性が考慮されるべきでは。言い換えればまだ犯人が敵兵とは限らないだろ。同意します。そうだね、私たちでちゃんと確かめよう。はい、確かめます。必ず。これが偶然なのか、あるいは。
兵団長から話は聞いている。襲撃者に関する調査の件だな。ハクビさんは何か手がかりを掴んでるかもって言ってたけど、実のところあのレウニスの行方についてはまだ何も掴めていない。だがラムダと同様にレウニスが物資を略奪する事件がコロニー4でも起きているそうだ。そのコロニー4の件と今回の件は同一犯の仕業であると。ああ、おそらくは。マジかよ、そんなところまで出張ってんのか。このまま放置すれば他のコロニーにも被害が及ぶことが危惧される。そこで君たちには実際にコロニー4へ赴き現地調査をしてもらいたいのだが。なんで私たちがそっちでやるんじゃダメなのか。我々アグネスが表立って動けば警戒される恐れがあるんだ。襲撃に遭った直後ならなおさらね。あ、その通り。私たちではこれ以上の調査は難しい。その点かねてよりコロニー4と交友のある君たちであれば。そういうことなら確かに俺たちが適任だな。引き受けるよ。その前に一つ確認させてください。輸送隊を襲ったレウニスとはこの機体で間違いありませんか。ああ、私の記憶が正しければそちらと同系機だったように思う。わかりました、協力に感謝します。やはり輸送隊を襲った犯人は敵機兵と見て間違いないか。太陽、お前な、もう少し言葉ってもんを。ただの事実確認だ。そもそも敵機兵にせよ未知のレウニスにせよ問題の本質はそこじゃない。重要なのは誰が乗っていたかだ。2号。ん？2号って？提言します。目標は敵機兵である可能性が高く、これを事実として踏まえた場合、ナギリは搭乗者の正体に心当たりがあります。本当なの？でもコロニーゼロのみんなは。数年前任務中の事故で行方不明になった兵士がいました。それが2号、敵機兵2号機の搭乗者です。2号。当時はムクロも敵機兵も発見されず戦死したと思われてましたが。あるいは今のどこかで生き延びてるかもしれないか。仲間から孤立した2号は生き残るためにやむを得ず物資を。確証はありません。ですが2号が本当に生きているのならナギリは今度こそ彼女を。ナギリ、もしかしてハクビさんと話した時からずっと。なるほどな、どうやら目的が一つ増えたみたいだな。だね、みんなで2号を連れて帰ろうね、ナギリ。はい、セナ。それじゃシトネに言われた通りコロニー4で手がかりを探してみようぜ。2号の手がかりコロニー4で見つかるといいな。はい。お前たちか。すまん、少し立て込んでてな。要件は手短に頼む。当ててやろうか。物資の輸送隊が襲われた、だろ？どこでそれを。いや、そういうことなら話は早い。以前
友軍に送り出したミッシが襲われた事件があっただろう。あの時と同じレオニスが再び現れた。今度の狙いはすでに知っての通りだ。何か足取りを追える手がかりはない？お前たちも奴らを追っているのか？こっちもいろいろ事情があってな。今回は俺たちに任せてくれねえか？承知した。それがお前たちの頼みとあれば。恩に切るよ、マキシ。それからすまない。気を使わなくていい。市場はこの際なしにしよう。優先すべきは事態の早急な解決だ。情報によれば襲われたのはこことダナ砂漠の境界あたりだ。地形をくまなく調べれば、あるいは何か見つかるかもしれん。了解だ。あとは実際に行って調べてみるよ。分かっているとは思うが、くれぐれも油断はするな。ブーンを祈る。微弱なエネルギー反応を補足。主要な部品は抜かれている。目的は機体の整備用か。つってもそれ以外は何もねえな。無駄足だったか。敵兵の痕跡を発見しました。え？でもどこに？視界センサーがヒド系の残留エネルギーを検知しました。これはヒド系を動力とする機動兵器に固有で放出されるものです。へえ、そんなことまでわかるのか。便利なもんだな。反応は砂漠方面に続いています。今なら追跡も可能です。追ってみよう、ナギリ。了解。これは扉か？どうしてこんなものが？開かないみたい。どうしよう。よし、俺の出番だな。こんなボロ扉一撃でぶち破って。開閉セキュリティに侵入。強制解除コード入力クリア。扉のロックを解除しました。ああ、ありがとよ。ところでこれから会う2号ってのはどんなやつなんだ？2号はコロニーゼロで最も敵兵の操縦に長けた兵士でした。純粋な戦闘力ではナギリを上回ります。事情を説明する前に襲われでもしたら厄介だな。問題ありません。2号であればナギリの言葉にすぐ応じてくれます。信頼してるんだね、2号のこと。はい、きっと分かってくれるはずです。なるほどな。そんじゃ感動の再会といきますかね。この辺りには何があるのか。
対処するか。だよ、体温が私に合わせるんだろ。褒めてくれよな。前方に目標を確認。こちらに敵対の意思はありません。直ちに透過迷彩を解除してください。未確認機の識別信号を受信。敵機兵2号機。じゃあやっぱり2号。7号。え、ナギリ。少し時間をください。うん。2号。7号本当に7号だ。久しぶりだね7号。もう会えないと思ってたのに。同意します。2号、もっと早くに気づくべきでした。そうすればあなたのことも。気にしないで。それに悪いことばかりじゃなかったよ。そりゃ死にかけてずっと一人だったけど、でもおかげでね、やっと気づいたんだ。何をですか？2号たちはね、生まれたその瞬間から命令に従う必要なんてなかったんだよ。前はそうしなくちゃって信じてたけど、そんなの大間違いだった。だってほら、命令なんてなくても2号はこうして生きてるでしょ。つまり2号は2号自身に命令を出せるようになったと。何それ面白い。でもそういうことだよ7号。これからはさ、2号たちの自由に好きなように生きていいんだよ。だからさ7号、一緒にめちゃくちゃにしてやろうよ。この世界の何もかも全部2号たちをこんな目に遭わせた全てをさ、逆に好き放題しちゃうんだよ。好きなように奪って、好きなように壊して、好きなように殺す。ねえ、これって最高にゾクゾクしない？7号もそう思わない？思うよね。に、2号、何を言っているのですか？そっちこそ何言ってるの？7号なら2号のことわかるでしょ？それは…あれ？おかしいな。2号にもわかんないや。今までだったら7号のことは何でもわかったはずなのに。2号、聞いてください。ナギリは…ナギリ？ナギリって何？7号は7号でしょ。本当にどうしちゃったのね。2号こそ。そっか、なるほどね。どうしてつながりがなくなったのかなんとなく分かっちゃった。2号、それはどういう。2号と7号はずっと一緒だったのに。でもまあしょうがないよね。7号の心はそっちにあるんだから。
ナギリごめん。でもこれだけは見過ごせない。セナ、ですが来るよ、早く敵兵に。了解。
お願いします。ナギリと一緒に来てください。みんながあなたを待っています。帰りましょう、ニゴ。帰る？帰るってどこに？ねえ、ニゴはどこに帰るの？どこへ行けばいいの？ニゴ、あなたはまだわからないの？七号、最初からさ、この世界に二号たちの居場所なんてないんだよ。だからいっそ作ってやるんだ。そのためにはまず全部壊さないと。メビウスが大事にしてるこの世界を壊して、二号たちから奪った全てを取り返さなくちゃ。それでコロニーの部隊を襲って略奪したというのですか？そんなことを繰り返せば、いたずらに敵を増やすだけです。やっぱり七号は二号のこと分かってくれないんだね。ごめんなさい、二号。七号？ナギリも。二号ならきっと分かってくれると思っていました。そうやって、二号とのつながりに甘えて、本当のあなたに気づけなかった。二号がどれだけナギリたちを思っていたのかも知らず、あなたを見失ってしまった。聞いてください。二号、この世界はあなたが思うほど醜く残酷ではありません。コロニーゼロの外にもナギリを受け入れてくれる人たちはいました。ならナギリたちが帰るべき場所もきっとどこかにあるはずです。やっぱり変わったね、あの七号がそんなこと言うなんて。ナギリたちが変われば世界そのものだって変わるはず。そう信じることは間違っているでしょうか、ニゴ。ああ、七号はすごいな。みんなのことちゃんと考えててさ。あの日二号がいなくなってから、ナギリは決めました。たとえ命の火が尽きる定めでも、コロニーゼロのみんなはナギリが守る、と。そっか。おかしいな。二号も同じように考えて、頑張ってみたんだけどな。だからこそ、立場が逆だったら、ナギリも二号と同じ道を選んだでしょう。そうかもね。2号と7号は似てるからね。はい。そしてつながっています。今もこれからも。そうだね。それならもう安心だね。あ、2号待って。行き止まりだ。入り口側には僕たちがいた。逃走経路はここしかないはずだが。おい、まさかここから飛び降りたってことは。いえ、二号は生きています。わかるの？ナギリと二号は誕生したその時からつながりがありました。つながり？一種の精神感応のような現象とナギリは推測しています。彼女がいなくなってからはあの感覚はずっと途絶えていましたが、今では二号の存在が再びはっきりと感じられます。それって
ナギリと2号が似てることと何か関係があるのかな。不明です。しかし何らかの因果関係はあるものと思われます。ふーん、不思議なこともあるもんだな。また会えるといいな、あの子と。次はもう一人分のおにぎりも作っておかなくちゃだね。お願いします。きっと2号も喜ぶと思います。しかしおにぎり作るってだけで随分遠くまで来ちまったな俺ら。苦労した分セナのおにぎりもきっと美味しくなるね。ミオちゃん、プレッシャーかけないで。ま、何はともあれ米光だ。取られたもん運び出して私たちも帰ろうぜ。ああ、コロニー4とラムダにも連絡を入れておかないとな。はい。見つかってよかったな。実際に目にするのとでは違うな。完全踏破！ご苦労様でした。みんなセナに感謝しています。まさか私のおにぎりがナギリ以外にも好評なんてね。もうこうなったら頑張って料理の勉強でもしようかな。それがセナのしたいことなのですか。そう言われるとやっぱり自信ないかも。そうですか。セナ。ん？ナギリはコロニーを作ろうと思います。ん？コロニーってコロニーゼロのことじゃなくて？はい。守るために誰かを傷つけたり、生きるために奪う必要もない。たとえどんなに離れていてもいつかは帰ってこられるような、みんなの居場所としてのコロニーをナギリの手で作りたいです。そっか、したいことようやく見つかったんだね。ウロボロスと出会わなければナギリはずっと7号のままでした。2号とも最後まで分かり合えず彼女を手にかけていたかもしれません。ナギリがこうしてみんなと一緒にいられるのは全てセナたちのおかげです。だからその、ありがとうセナ。
良くなれるといいね。話をしよう。
仲良くなれるといいね。今日の話題は、
んじゃ、行くとしますかね。ほら、ナギリも。ただいまです。名前、気に入ってもらえるかな。ナギリは気に入っています。
仲良くなれるといいね。